で、この逆に上げていければ、最後までしっかりバチッと腕がこう開いた状態で使える。こんにちは。ダンス会社アカデミーの砂川です。今回もトレーニングをやっていくんですけども、今日はですね、こちらのチームでエースエルフィン埼玉の浅野夏実選手にお越しいただいて、一緒にトレーニングをしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はどういった悩みで？キーパーをやってる上で、ちょっと上半身が力んでしまって、はい、その反応が遅れてしまうっていうのと、うん、あと上半身と下半身の連動性が足りないなと思うので、うん、見てもらいたいなと思って。ということで、今回は上半身の力んでる状態を解消するための、はい、トレーニングをやって解消していきたいなと思いますね。はい、じゃあ早速ちょっとやっていってみましょうか。はい、じゃあ早速上半身の状態ちょっとチェックしていきたいと思うんですけど、はい、うん、開いてもらって、手を合わせた状態で、せーのでグッとちょっとしましょう。はい、せーのグーッと。これで、そうですね。今、押されて、こう腕下がっちゃうの分かりますか？はい。はい。ありがとうございます。大丈夫です。これが、特に今体が力んでうまく動けてないサインになってるんですけど、腕が要は力んでる状態。要は手しか使えてないんですよ、今。腕のところ。なので、ちょっともう一回行きましょう。押された時に、せーのでグーッと押してもらって、まあ僕の方がちょっと今強めに押してるんで立てるんですよ。下がっちゃいますね、腕が。はい。で、これが、しっかり上半身全部絡めて、楽な状態、体が柔らかい状態で使えてれば、僕が今度受けるんで、ちょっと押してみてください。はい、腕が曲がらないんですよ。押されても、こう体が下がるような感じなんですね。だから、ここでしか動いてない。要は、ここで終わっちゃってるんです。肩の関節も本当に付け根で終わっちゃってる状態なんで、ここが全然動けてない。なので、無理にそこから動こうと思うと、全部反応しちゃうんで、ガッてこう力が入っちゃったような感じになって、腕が動く。なので、手しか動いてない部分を、しっかりと根元から、動かせる体が作れるんだと、もっと楽に、同じような力を込めても、もっとパワー出るようになってくると思います。なので、そこの動きの取り、ちょっとやってみます。はい、じゃあ、ちょっと腕立て苦手ってことなんで、一回やってみましょうか。はい。5回ぐらい。そうですね。いけますか？あ、でもさすがですね。あ、OK、です結構きついですね。きついです。どの辺がきついですか、今。ここに来ちゃう。ああ、それに来ちゃう。やっぱりだから腕で頑張っちゃったんですよね。腕立て伏せなんですけど、要はそこを全部が動けば、スッとこう、楽に動けるはずなんですけど、まあ、たまたま場合、ここ腕でまさに頑張ってるんで、弱いところを全力で頑張って使ってる状態なんで、かなり疲れちゃって感じですから。終わった後、多分もうちょっと楽にできるんですけど、はい、早速、上半身のトレーニングやりたいと思うんですけど、はい、特に先ほど先生、この腕の、ね、はい、力がまだ出ない、力みが強いって場合は、まずはこの肩甲骨がうまく動いてないっていうケースがかなりあるんですけど、苦手と先ほど伺ったんですけど、はい、あまり自分でも動かせてる気しないですか、はい、そこの動きをまず作って、自分でこう、まあ、普段から別に意識して動かす必要ないですね。このトレーニングの時間に動かして意識をつけといてあげると、勝手に動くようになってくる。はい、その状態を作ってあげるだけでもかなり楽に動くようになる。そこをちょっと今日中心に混ぜていきたいと思います。まずは、上、下です。これ見えます？はい、ここから落ちてますね、はい。はい。まずこの上の動きと、外、とりあえずまずこの4方向。ただこの動かすときにこうグッと変な力が入ってしまうとあれなんで、楽な動きで動かせる範囲です。で十分です。それを超えたら今の浅野さんの体では動かせない状態になってくる。今はそこまで動かせないです。なのでちょっとじゃあまず上下の動きからちょっとやっていきましょう。上からいきましょうか。はい、上げてもそうです、戻してで、もう一回じゃあ上げてみましょう。そうです、戻しましょう。どうですか、動いてる気がします。大丈夫ですか？ちょっと上がってほしいレベルのまあ6、7割くらいかなって感じがしますけどただ変な力み感なく動けてる点はすごいいいと思います。うん、これで無理にグッと上げすぎちゃうと代償してる、要は仮に変なところ動いてるよってことになるんで、そういうのはないのが結構いいと思います。うん、でそのまま上に下ろしましょう。はい、でも逆にこれだけ動いてなかった腕を使ったんで大変だったんですね。
あ、で今度下に、下がね難しいです。はい、シンプルなんですけど理解しづらいんでちょっと手伝いますからでしょ。下に行きますよ。せーので、こういうイメージです。はい、そうです、こういうイメージ、なんとなくイメージ作れます。ちょっと反応してます。はい、目に見えてはちょっと動きづらいですけど、最初よりいいですよ。どうですか、動かせてる感じ。なんとなくのイメージが作れてれば悪くない。あ、OK です。じゃあ今度はこの横のこういう動き、そうですそうです、こっちはまだ楽だと思うんですね。内側もそうですそうです、これをこのままこういう感じいくと思います。動かせます。はい、そうです。で、内側に行ける、そうですそうですそうです。どうですか、嫌な感じはしないですか。大丈夫です。上下よりは比較的動かしやすい方向にはなるんですね。ただ内側、そう、これが結構スッと、余計な力があると逆にそれが邪魔しちゃって動かなくなったりもするんで、どれだけ最小限の力で動かせるかが大事なんですね。前も後ろも OK をするんで、そうですそうです、いい感じだ。で、軽くちょっと膝ついた状態で手をついてもらって、はい、まあ一見腕の動きなんですけど、腕から肩甲骨を動かしてね、ここから手をついて、なるべくここ脇が開かないようにまっすぐですね。で、なるべくこの手がついた感じが肩甲骨まで届くようになるとバッチリです。で、ここから腕を外に回します。で、この肩甲骨まで。わあ、すごい見えます。はい、はい、動きが作れればバッチリです。これがあの腕のパワーを作る動きになってくるので、ここまではまだそこで動かすことここまでやると動いてくるので、まずは普通にこう回しながら腕だけで終わらないイメージを持ってちょっとやってみましょうか。ここの肘が曲がるところが前に向くように行きましょう。そうです、おお、バッチリバッチリです。そうですそうです。お、こっちまで刺激が入る。そうですそうですそうです。あ、いいですいいです。どうですか。肩甲骨の方がきつい。でもじゃあしっかりできてる証拠ですよ。これが本来腕のパワーを出すためにすごい大事な動きなんですけど、多分そこが働ききれてなかったんで今やってるのはちょっときついかと思います。はい。でもこれができるんだれば。変な力み感なくスッとパワーが出る、はい、そんな状態が作れる。特にキーパーの場合やっぱり腕伸ばしきってこうボール弾かなきゃいけないシーンがある。これを末端だけでやろうと思うと本当にパワーが出ないで弾かれちゃうんですよ。ただここの根っこから疲れるようになるとそれだけでもかなり変わってくるので、この状態でまず小指つけて肘もつけて顔の前に置きます。これがこうだったりとかちょっと変な感じになるのでまっすぐですね、体に平行にで、で、まず、そうです。で、ここから、腕だけねって、親指つけます。肘肌が離れるんですけどね。そうです。で、ここの位置をキープです。まず。ここから、右から見てみましょう。を動かすんですけど、動かさない左は、そのまま、この状態でキープです。はい。で、この肘で円を描くように、回して入ってくるだけなんですけど、これが要はここのひねりった状態が抜けてくると入った時に抜けちゃうんですよ。こう返す。そうですそうです。でほら肘も離れちゃう、ね、これをそのまま元の位置に返す。だからここを締めたまま肘を回して動かしていくっていう、そうですそうです動きになるいろいろ複合的になってきます。ちょっとやってみましょう。合わせてもらってこうですね。はい、そうですそうです。で徐々にこの位置がふわーって抜けてくると思います。これを死守してください。このパーの位置、この位置がそのまま虹も動かない、この位置スッと動かしてくる。でなるべく理想はこの肘の
曲がるところが遠ければ遠いほど今いいです。ただ崩れないところまでっていう前提ですね。これが要は回してこうパッと打ち上げだったら今の渡辺さん限界を超えてしまったってことなので、そこまで行く必要はないので、ここが要はピクリとも動かない状態のまま回せば、最終的にできない人はこのぐらいで全然構わないですけど、まあだいぶいけそうなので、その辺は探りながら回していきましょうか。いきましょう。そうです、そうです。そうですね。ここの位置がそのまま。今ちょっと右手が内側にね、このねじれをしっかり、ここでクッと。そうです。ここをひねったのをキープしたまま動かす。そうです、そうです。回して戻す。で、まぁ、ちょっと今テレビとかをやめてしまった。はい。動きは比較的悪くないと思います。いい動きが作れてきてますよ。ここは結構メキメキっていうの分かります。はい。そうそう、動いてます。動いてます。いい動きです。基本的な動きはだいぶいいです。ので、ここの、この位置と、ここの、この位置。なってくるんですね。はい。で、これが硬いとどんどん開いていっちゃうんで、はい、そのあたりはちょっと位置を、これが高ければ高いほどきついんですよ。これ、今ちょっと上げてみてください。こう、くっつけた状態。これ、ここですね。このまますごく上げてます。硬いよ。僕はこのままこっちまで行くんで、はい。この顔の目線ぐらいまで行けると、肩甲骨だいぶ柔らかいことになってます。ここがギリギリなんで、逆にギリギリのところではさすがにきついんですよ。ちょっと下げちゃってもいいです。そうです。ものが多分、肘の開きが楽だと思います。ね、結構ギリギリになっちゃうので。そういうことですよ。ただ動きとパワーと、うん、両方とも留意しながら鍛えられてトレーニングです。ああ、だいぶいいと思います。なのでここがちょっとアップでしょうね。このまま行きましょう。いいですよ。待ちましょう。こういうことです。こういうことです。こう肘を回す。そうですそうですそうです。つかない。でも動きのね、質はかなりいいと思います。うん。今だから、硬くなって動いてなかった部分と、これをキュッとひねった状態をキープするパワーがちょっと足りてないので、徐々にこう、ふわーっと抜けていきましょう。これだとでも、終盤でパワーが出なくなっちゃうんですよ。うん。もう後半ギリギリ、あともう、ロスタイムのみの時のシュートは多分弾けないので、この状態から。この逆に上げていければ、最後までしっかりバチッと腕がこう、開いた状態。はい。今一通り、はい、動かしてきましたけど、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。普段動かしてないところなんで結構きついですよね。はい。それだけ伸びしろもあるでしょうし、うん、もっともっと動きもパワーも上がってくると思うので、はい、どうしても続けていく部分も必要になってきますのでね、今日だけでもちょっと変わってきてるはずなので、はい、チェックしてみましょうか。はい。はい、じゃあまた、手押し相撲な感じで手を合わせてもらって、じゃあ、グッと押してきてみます。せーので、わかります。押してもほら、腕曲がらないじゃないですか。ちゃんと体が下がるようになりますよね。要はしっかり肩甲骨がつながったんですよ。ちょっとじゃあ、浅田さんも押してみてください。ほら、さっきのパワーが段違いなんですよ。わかります？はい、OK、OK。なんとなく違い、わかりますね。はいはい、じゃあ、腕立て伏せやってみましょうか。お、どうですか？なんか、さっきよりこっち。はい。こっち使ってる気がします。落ち方が違うと、このまま、さっき本当に腕に使ってプルプルプルっていう感じで降りたのが、スッと降りてくる。うん。バチよく、だいぶ、これだけだいぶ変わってますよ。はい。はい。OK です、OK です。で、こうやって、本来使うべきところを使っていってあげられれば、あとは勝手に動くようになります。はい。うん。それを続けて、こうやって動くんだよっていうそのデータをインプットしていく。うん。すると、あとは、ほったらかして試合中の中で練習する必要ないですから。はい。これ続けて積み上げていって、肩甲骨から動かしてあげる。そしたらもうこっちはあとは勝手に、あ、じゃあいらないやっていうことで、そんなに力まなくて見えなくて、今、バッチリです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。